それでは霊長類研究所の今後の在り方につきまして、本学の方針を総長の湊からご説明いたします。湊でございます。お集まりいただいてありがとうございます。本日は霊長類研究所の組織改編について、本学の方針をご説明させていただきます。本学の霊長類研究所におきましては、令和2年、昨年、6月の26日に発表いたしましたとおり、競争的資金の不正経理に係る重大な事案が発生したところであり、本学ではこのような研究不正の再発防止に向けて、現在、強力な全学的な取り組みを進めているところでございます。今回の不祥事はもちろん、一部の研究者の順法意識の希薄さに起因することは否めません。しかし一方で、不正経理がかなりの期間にわたって続いていたことにもかかわらず、所内において何ら注意喚起等の動きが認められなかったことなどから、その背景には、当該研究所が遠隔地に所在しているために、事務系統を含む大学本部やあるいは他部局との連携や情報共有体制、あるいは所内の研究者や各研究室間の連携協働状況など、研究所全体の組織の体制や運営にも問題があったのではないかとの懸念もございました。そこで、全学の企画委員会のもとに、霊長類研究所等将来構想検討専門委員会、以下専門委員会といいますけれども、これを設置し、当該研究所における管理運営体制の検証を進め、それをもとに研究所の望ましい研究組織と体制についても検討を進めてまいったところであります。皆様よくご案内のとおり、本学霊長類研究所は我が国唯一の霊長類研究の拠点として、これまで霊長類学の独創的な研究によって極めて大きな成果を上げ、国際的にも高い評価を受けてきております。また文科省の共同利用共同研究拠点として、全国の霊長類研究者コミュニティに対しても大きな貢献をしてきましたし、特に日本猿等の提供を通して、医学や生物学研究においても重要な役割を果たしてまいっております。また教育面におきましても、同研究所は理学研究科の協力講座として、理学研究科の教育においても一定の役割を果たしてまいりました。従いまして、今回の検証と検討にあたっては、これまでの霊長類研究所が積み上げてきた大きな研究成果、学内の教育活動並びに全国的な研究拠点としての機能、これらを十分に維持しつつ、京都大学全体としての霊長類学の将来に向けて一層の展開を推進するということを基本的な方針としてやってまいりました。この基本方針のもとに、専門委員会では同研究所内の研究者、あるいは学内他部局の関連領域の研究者とも十分な意見交換を重ね、同研究所の組織体制と連携の検証、問題点の改善対策等について、全学的な見地からかなり時間をかけて検討を進めてきたところであります。この検討の中で指摘されてきた研究所の組織体制の大きな問題点の一つは、所内の研究者、あるいは研究室、の研究領域が極めて多岐にわたるものの、研究面や運営面での各研究室の連携や共同は極めて希薄と言わざるを得ず、結果として研究所全体としての統合性、いわゆるインテグリティですね、これが非常に低かったと考えられることであります。このことが所内での大きな不祥事の進行に、同所内での他の研究室からほとんど注意喚起やアクションが見られなかったと
ということの大きな原因であったように思われます。また、所内の多くの研究室における非常に多岐にわたる研究領域の一部は、実際には学内の他部局における研究領域にむしろ非常に近く、それらとの連携共同の方が合理性が高いのではないかと思われる部局も、研究室もございました。これらの所見を踏まえて、研究組織のガバナンスの改善、および霊長類関連研究領域の全学的視点からの再編統合という観点から、専門委員会において、霊長類研究所の組織再編案が示されました。この再編案は、全学の教育研究評議会で合意を得て、正式な決定に至ったものであります。それで、今日こうしてご報告をさせていただいている次第です。本組織の再編整備は、学内研究組織の健全な運営と、京都大学全体としての霊長類研究の将来に向けての一層の発展に資するものと、我々は考えております。ただし、この組織再編は、あくまでも研究組織の機能的再編にかかるものであり、現在、犬山にある研究所の研究施設、設備、およびその機能にかかる大きな変更を加えることは全く考えておりません。組織再編案の詳細につきましては、これから担当の村中企画担当理事、プロボストからご説明をさせていただきます。企画担当理事、村中でございます。私の方から、今の総長の方からご説明ございました、霊長類研究所の今後のあり方についてご説明させていただきたいと思います。とてもとも、資料に沿ってですね、ご説明させていただきます。まず、現行であれば、現行体制、みんなの新体制とございますけれども、移行はですね、来年度、令和4年4月に、時期として行うこととしております。この時期に移行いたします。霊長類研究所ですね、左側の連合体制のところを見ていただきますと、上半分が大体ですね、いわゆるフィールド科学系と言われる分野でございます。下の方がですね、脳科学系とですね、研究分野という、大体大きく分けるとですね、2つになります。このうちですね、下の方のですね、工事の機能を、工事の機能分野、それから統合のシステム分野、ゲノム進化分野、それからですね、2つのセンターということにつきましてはですね、脳科学研究をですね、主たる内容とする新組織でしてですね、仮称でございますが、人構造進化研究センターというものをですね、新たに設置しようというふうに考えてございます。そこにおいてですね、脳科学のですね、進展を図りたいということでございます。で、他方ですね、上の部分のですね、進化形態分野、それから系統発生分野についてはですね、関係性の高い研究領域を有するですね、他部局がございます。で、これらの分野のですね、機能をですね、そちらの方に継承させることでですね、研究分野の総合作用促進、それから学生的な研究の発展をですね、目指せるのではないかというふうに考えております。で、具体的にはですね、進化形態分野、系統発生分野につきましては、理学研究科と総合博物館の方にですね、統合していくの案でございます。で、また同じくですね、生態保全分野、それから社会進化分野に関しましては、野生動物研究センター、および生態学研究センターに統合するということで、研究体制の強化を図る予定でございます。思考研究分野とですね、一学習分野で点がつきございますけど、ここはですね、本格研究者によるですね、不祥事がございましてですね、将来展望、それから特に人員の確保等の諸般の事情に考えますとですね、すぐにはですね、発展することは難しいという分野自体は維持しないということといたします。またですね、細胞生理分野というところにお話しましたらですね、これはここ数年ですね、適正、特
等がですね、人材を得ることがなかなか難しくなっておりますし、国としても将来的なことで、観点からですね、継続が困難ではないかというふうに判断いたしまして、これを国は維持しないということにしております。で、まあ、当面の間はですね、今ご説明しましたような緊急体制としておりますけれども、特にですね、この新たに設けます、人行動防止進化研究センターというところに関しましてはですね、設置後3年間の間にですね、当該分野、かなり大きな激しいところでもございますし、まあ、先端的学際用的な研究をですね、さらに発展させるという観点からですね、抜本的な組織改革をさらにですね、もう一度やりたいというふうに考えているところでございます。続きましてですね、霊長類研究所の教員がですね、所属しております、その霊長類野生動物学系というものについてですね、ご説明申し上げます。本学ではですね、平成28年度以降、教員はですね、学系に所属して、それで部局において教育活動を行うという、そういう人間的な体制をとっております。まあ、そのことによってですね、努力の枠を超えて、進学術分野の創出、基本的で効果的な組織参与というものをですね、流す人事制度を実現したいというふうに考えておるところでございます。で今回のですね、研究所の改編に伴いますがですね、霊長類野生動物学系、ここの分野についてもですね、やはり少し問題があるのではないかということで、とりあえずこれはですね、一旦終了することとしましてですね、まあ、それに伴ってですね、野生動物研究センター、これは野生動物研究センターと霊長類研究所の教員がですね、霊長類野生動物学系というところには所属しておったんですけれども、野生動物研究センターの方の教員についてはですね、生態フィールド学系というところにですね、移行していただくということにしたいと考えております。で生態フィールド学系というのは、現在ですね、生態学研究センターとフィールド科学教育研究センターという2つのセンターのですね、教員が所属している学系でございます。そちらの方にですね、野生動物研究センターの教員をですね、移行していただくということを考えております。まあ、これによってですね、フィールド系のですね、研究者が集うということになりますので、その強みを活かしていただいてですね、さらにフィールド科学分のですね、発展をですね、期していただきたいというふうに考えてございます。でそれから、霊長類野生動物研究所の方にですね、配置されていた定員に関しましてはですね、基本的に総合博物管理学研究科野生動物研究センター、それから生態学研究センター、ここの方に移行される方に関しては、それぞれの学系の方に移動していただくという形になります。具体的には、総合博物館については全学教員、理学研究科については生物科学系、野生動物研究センターについては生態フィールド学系、生態研究センターについても同じく生態フィールド学系ということになります。でさらにですね、新組織の方の、人行動進化研究センターというところにつきましてはですね、まずはですね、全学教員部の方にですね、移動していただきまして、全学的なですね、ガバナンスのもとでしばらくは運営していきたいというふうに考えてございます。まあ、これらのですね、一連の組織再編整備によってですね、霊長類研究所に所属し、またですね、理学研究科の教育にですね、まあ、教育教員として携わっている教員というのは、複数部分にまたがってですね、所属するということになります。で医師だけいくつかございますけれども、それ以外の教員につきましては、理学研究科のですね、教育をですね、支障なく、あるいはより発展した形でですね、継続していただけるようにする予定でございます。でまたですね、現在の霊長類研究所がですね、まあ、監督で使用してございます、犬山地区でございますが、研究領域分野の再編に伴ってですね、新センター、それから総合博物館、理学研究科、野生動物研究センター、それから生態研究センターの各教員がですね、そこで教育を行うというような拠点となります。複数部力がですね、その集うことになりますので、犬山の地区をですね、京都大学犬山キャンパスと
という形で位置づけてですね、キャンパスの管理運営というものを新たにですね、京都大学稲山キャンパス運営協議会というものを設置して行うこととしたいと考えてございます。で、協議会はですね、今日右側におられますですね、金融担当の時と理事をですね、議長とし、財務担当の村上理事、新センター長、理学研究課長、野生動物研究センター長、生態学研究センター長、総合博物館長、それから事務として校内事務部長、それからそれ以外のですね、その他総長の指名する若干名ということで構成したいというふうに考えています。まあ、このようにですね、当分の間はですね、研究担当理事が中心となった運営体制をですね、敷くことで大学執行部としてのガバナンスをですね、強化したいと考えてございます。でまたですね、新センターの方につきましてもですね、運営の重要事項につきましては、3年後のですね、組織再編まではですね、その再編のあり方も含めましてですね、この運営協議会の方でですね、審議するということにしたいと考えてございます。でセンターおよびですね、協議会の設置にかかる詳細につきましてはですね、すでにですね、10月12日付でですね、京都大学稲山キャンパス運営協議会及び人行動進化研究センター設置準備委員会というところの方でですね、今後ですね、審議するということになっている予定でございます。あと、レジュール研究所におけるですね、経理体制ですけれども、こちらはですね、従前はですね、研究所の、事務部長がですね、事務長がですね、経理責任者となっておりました。これは最終決裁者だったんですけれども、本年のですね、4月からこれをですね、吉田の報告校内事務部長をですね、経理責任者とする体制と移行しております。で経理事務をですね、客観的かつ厳格にですね、執行できる体制をですね、既に整備したところでございます。で、まあ、新たな体制におきましてはですね、遠隔地という特性を踏まえてですね、一定の事務体制を稲山に敷くことがですね、必要でありますけれども、引き続きですね、校内事務部長を経理責任者とする体制を維持してですね、選択の運営にかかる経理事務に対して、まあ、明治の事務と連携することで、より強力なチェック体制を構築する。それから、国交大臣の責任のもとですね、競争的資金等の推進を再発防止に努めるということにしたいと考えてございます。以上のような形でですね、中央研究所の再編、改編ということを考えてございます。最後にですね、本件について、現在、レジュール研究所の所長を務めておられる、ですね、今と教授のコメントをですね、ご紹介しておきたいというふうに思います。妹教授のコメントとしましてはですね、全角的に検討した結果として、この度研究所の改編